大和川の水害対策について国と県、流域の市町村などが協議する会合が奈良市内で開かれました <noise> 大和川流域では1982年の大水害などたびたび浸水被害が発生していることから2021年に国から特定都市河川に指定され 重点的に治水対策が行われています就任後初めて協議会に出席した山下知事は2023年6月の JR 大和時線の浸水被害などを挙げこれまで以上に市町村の協力をお願いしたいと挨拶しましたその後ため息を回収して治水に利用する取り組みなどについて各自治体の状況が共有されました 大和川流域の治水対策は国や県と流域の市町村周辺住民が一体となって取り組む流域治水を目指していますこの日は被害を減らすための土地利用の規制の進め方について県からプロセスが示され参加者は水害対策の一層の推進を確認していました